はいどうも皆さんこんにちは、ドクターカエルです。今回は少し前に開かれていたオンライン文具女子博で購入したガラスペンを紹介していきたいと思います。それがはいこちらですね。なんか景品とかでもらうボールペンの箱みたいなものに入っているんですけれども、早速開けていきたいと思います。よいしょ。まず引っ張ると、はい、こんな感じで開けることができまして、そしてまず入っているのがこちらの取扱説明書となっております。反対、はい、こんな感じで内容としては使用方法から注意事項まで書かれているので、初心者の方でも分かりやすい内容となっております。そして本体の方は、はい、こんな感じでプチプチでくるまれていまして、これをほどいてあげますと、はい、こんな感じでガラスペン本体が入っています。保護カバーを取り外してあげると、よいしょ、はい、こんな感じですね。それでは詳しく見ていきたいと思います。はい、ということで今回紹介するのはこちらの奈良さんオパール入りショートガラスペン太軸 12mm となっております。ちょっとね、正式な商品名っていうのがわからないので、とりあえず書いてあったこと全部言ってみました。まずはこのガラスペンについてで、具体的なメーカーとかが書いてなかったので、ちょっと正確なことっていうのがわからないんですけど、販売はペレペンラさんっていうガラスペンとか万年筆などの文房具を取り扱っているところで、商品名にもある奈良さんっていうのがそのまま奈良さん、奈良県で作られているガラスペンのことです。昨日のことさんっていう同じくガラスペンとかを取り扱っているところがありまして、そこでも奈良さんガラスペンっていうのが販売されているんですけど、おそらくそれと同じものだと思います。違ってたらごめんなさい。続きましてガラスペン本体の紹介です。まず全体はこんな感じになっていまして、長さはだいたい12センチで、軸の太さは商品名にもあった通り12ミリとなっております。そしてペン先の方はねじれのないまっすぐな10本溝となっていまして、先端の部分もどの角度から見ても曲がってない綺麗な形をしています。続いては軸についてです。軸は持ち手と一体型となっていまして、持つ部分が指をかけれるようにへこんでたりっていうのもなくて、軸本体にも柄とかが特にない本当にシンプルなガラス棒みたいな感じなんですけど、根元の部分にはワンポイントのアクセントで綺麗なオパールが入っています。パステルカラーみたいな淡い色のオパールとなっていまして、このガラスペンのシンプルさを崩さない程度の綺麗なデザインとなっています。ということで、それでは実際に使っていきたいと思います。
はい、ということで今回はオンライン文庫女子博で購入した奈良さんオパール入りショートガラスペン太軸 12mm の紹介でした。いかがでしたでしょうか。今回使ったインクは、はい、こちらの小気道さんのランペドゥーザっていうラメがねめちゃくちゃ入った青色の綺麗なインクだったんですけど、特にラメが詰まったりもしてなくて、インクをつけ直すことなくいつも通りの文字の量を書くことができたんですけど、この辺を見ていただければわかると思うんですけど、書いている途中でちょっとかすれるっていうことはあったので、書きながら何回かこうやってくるくる回しながら持ち替えることは必要かなと思いました。筆記感に関してはガリガリしてたりとか書きにくいっていうことは全然なくて、軸が 12mm のストレートな軸でできていることもあってめちゃくちゃ持ちやすいっていうところは個人的にはポイント高かったですね。あとはペン尻の方がすごい綺麗な形をしていたので、ちょっと遊びでねこちら側にインクをつけてみたんですけど、まさかのね意外と綺麗に塗ることができました。それと最後にこのガラスペンの販売についてなんですけど、オンライン文具女子博のサイトでは先行販売っていう風に書かれていたので、他ではおそらくまだ取り扱ってないとは思います。じゃあいつから販売やねんっていう話なんですけど、ちょっと調べた感じはまだ載ってなくて、今回の動画は私の感想以外の部分っていうのはあやふやな情報ばっかりだったとは思うんですけど、もし気になった方がいれば調べてみてください。ということでいつも通り最後にインクの洗浄をして今回の動画は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは普段からいろんなインクやガラスペン、文房具なども紹介していますので、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。